ッカー協会審判委員会の八木です。よろしくお願いします。栗原さんいる前でなんなんですけども、アシスタントレフェリーっていうのは旗を持ってる人のことなので、はい、今ライオンの審判員とちょっと混同されておられたのかなと思いますが、今日は、試合中タッチラインに沿って、旗を持って、まあ、ゲームをジャッジしている、アシスタントレフェリー副審について、皆さんにいろいろとお話をさせてもらえたらなというふうにおります。途中で何か疑問なことがあったり聞きたいことがあったらもうその都度挙手していただいて結構なので、もしくは声だけでも結構ですけれども、全然いつでも邪魔していただいて結構なのでしてあげてください。今日はちょっとカジュアルなんて言いますか、スポーティーな格好をしているんですけれども、初めてこの講座にいらっしゃる方、僕いつもスーツで来るんですけれども、ビシッと決めて、普段スーツ着ることないんで、陸さんに来るときか、サッカーの審判者に来るときしか着ることないんで、ビシッと決めて来るんですが、今日実は2時キックオフの、アルミのガールズ対浦和レッズのガールズっていうんですか、の試合の審判をすることになってまして、そのために今もう中に、審判を着込んだ状態で、ですので1時45分の予定きっかりで今日は終わりますちょっと1時半ぐらいから多分歩き出すタイプが多くなったりちょっとこう壊したりすると思います話を、はい、あまり僕の動きは気にせずに話の内容を、はい、聞いてもらえたらなと、はい、思います。一度に2つのことを考えるのは結構得意なので、はい、立ち合い見ながらお謝罪見たりとか、はい、ファウルの状況見ながらレフェリーの顔見たりとか、そういうのは慣れてる方なので、頑張って今日も、話させてもらえたらいいと思いますので、よろしくお願いします。では早速、アシスタントレフェリーというのは、先ほども言いましたように、立ち合い沿いで旗を持ってる人のことです。大体こういう旗ですけども、黄色と赤のチェックというか、まあ、こういう旗が僕たちの仕事道具です。特に規格はなくて、大体この大きさです。はい、決まりはあるわけではないです。もうちょっと長くてもいいのかなとか。海外行きさんのやつはもうちょっともう垂れ幅が長いです。多分足が長いんでしょうね。多分日本人がそれを踏んじゃうと思うんですけど、きっと足が長いので。垂れ幅も長いんだと思うんですけど、たまに真っ赤なのがあります。この赤い部分しかないような、それは例えば柏レイソルさんとか、ベガルタ仙台さんとか、巻き木のチームだとかえって黄色が入ってると分かりづらいということで、真っ赤赤だけにしたり、ただ黄色だけって見たことはないんで、あまりね、アルビさんとかオレンジや赤のチームのことは気にしてないみたいなんです、はい、まあ、ただ特にこの色、特にこの黄色はもうそっくりそのまま、ね、デガルタさんや柏レイソルさん、栃木市もそうですよね、まあ、そういうところではひょっとしたら赤だけの旗が取られてるってこともあると思います。最近なんか昔はそれこだわりだったんですけど、あった、僕じゃないですよ、こだわりがリーグが持ってるんです、そのこだわりが、あったんですけど、最近どこ行っても大抵黄色と赤のチェックになったんで、なくなったねっていうのはみんな会場で、あの旗どこ行ったんだろうねって話してるんですけど、どっかに行ってしまったようです、はい、この旗を持って、試合中、タッチライン沿いでいろいろと、任務をこなしておりますが、あと電気消します、はい、ま、そうそう、はい、ありがとうございます。後ろの方大丈夫ですか？はい。